月号サタデー今日の反省室。さあ、始まりました。ウェブラジオ限定のお楽しみ、動画、はい、コンテンツ、今日の反省室でございます。けれども、えー、今日はなんかき反省点ございましたか？<laughs> すごい自信を持ってよく聞けましたね。<laughs> ねあったかな？もう今。 もう最後どこまで乗ってたんやろいや分からへんねんけども十10秒しかなかってもんねカウントがねこれうちらも渡すのは遅くないやこれはそれはでもそこは盛り上がってたからえねんけどやっぱり残り10秒の感覚っていうのまだ分かってなかった私が悪いと思うわでもやっぱちょっと久しぶりでしたもんね1か月1週間ぶりホンにそれはでもでもあれはい はもうユーチューブではカットされてるんじゃあそこあどうなのいや乗ると思いますよ bgm だけがカットされてだけがなくなってトークは全部乗ってるんですよそうなんです最後だから笑い袋見たら終わりやと思いますあでもなんか最後あれ多分こう下げてからの笑ってたけど笑ってる声入ってないんちゃうあなんかだどこまであっでも出ましたもんね これは伝わったんかな今この反省室 YouTube アップしますよっていうのは放送に載ってるんかな、はい、この反省室を。森本翔太って言って、はい、そっからの YouTube のウェブラジオ限定の。 なんとかしてなんかかお前けどもう終わるツイッターって言って終わったよみたいなその五四五四でほぼノーカットのぐらいやって、ほぼノーカット。あ、俺もツイッターった笑い出てきたんですよね。レスオゲームも、いでもよかったんですよ。 さん冒頭今日のオープニング言ったらもう笑えてないそそそううう最近やっぱなんか大爆笑とかもあって結局自分のそれに大爆笑っていやだから私ほんまはもう今年一番ワルたかもあの終わって下げてからがめっちゃ悪うたわめっちゃ悪っちわスタッフさんもみんなめっちゃ笑ってそんな終わり方何年やっとんねんっていうないやそんなことないけど久しぶりやったからやってでもね もう人間おいほんまに追い込まれたら笑えますねでもめっちゃね最後は追い込まれたら笑うタイプやだ,だからそうよかったですよパニクるんじゃなくて笑、うん、笑い,い<や>笑って別にだからだあれ追い込まれてるとも思えへんのよでもなんか別になんかああ終わるわマかんわみたいな焦ってはおりましたよ <laughs>、ね、だいぶいや10秒しかないと思って焦ったけど、はいうん、カウントがでね始まるとまだからよう考えたら別にあれも言わんでええもんな ど言うたら一応でも YouTube アップ次の放送日とはいそれ大ジャーナルのアナウンサー言うやろはいまあそれが言えたらええやもうまあまあまあ YouTube もよかったらあげるか見てねぐらいは言えたら最後でもちゃんと反省してありましたよあこれ YouTube 反省室見てねって言えばよかったちゃんと言うたうか。それがやっぱだから 目が真面目が全部読もうとしてしまうの、のいつも通りのの。のすごい長い。そう、目が真面目な自分とソロフカーで見てるの真面目じゃない、自分が笑けて。もってるそう。笑って。<laughs> <laughs> ね、ほんそれが勝ってもって、笑って終わるっていう。<laughs> <laughs> い,やいや私これ絶対間に合うやろ真面目に読んでてやろうっていうそうそれだもろええあれ飲んだカットされへんのか,され,んのかされないですよねカットはもうもうそのまま <laughs> そのままだもう今お願いしてもダメ、えー、あのいやお願いしてもダメあの終わり方でブチって終わんのじゃあもうそのままブチっと終わる、うん、それはあありののままのえあの時計の時報間違えたりする時あれやわろてあれはどうなってんのユーチューブあれもそのまま もうそのまんま,まんもう曲だけを全部はい排除って排除っていう言い方あれですけど、うん、曲を全部カットして<あ>もうトークの分は全部ミあミスったやつも全部上がってんねんなそうですそうです、はい、なんか途中でもね自報ですみたいなのは、うんうん、ニュースの振りあじゃニュース振り間違えたりしてるやんでも今あ今録音して付け足しますって聞いてくれてますいやそんなんええわそのままの方がおもろいやん どうない。でもどう終わりたかったかっていうあのもう一個のエンディング作るってもいいかもしれ十秒でな。完成バージョン、ちゃんとしたバージョン。今これだから特典でそれをね、あのあれ今もうないからもう一回持ってきてもらいますょう。すみません。一応あるんですよね。だからこれなしでやる練習するわもう。え？お 10秒をこれなしで10秒やったっていうのでだから10秒前に2人からもろて、はい、うちは一応こうやって何の話し,した時そう体重偉いものでじゃがいもがじゃがいものメールを読ませてもらったんてそうやわビ,ッビッグバックやったらもう6個分678個678個、うん、っていう話をしてんのゾウのゾウの食事ぐらそこからもうそっからやるのあ,あんなじゃさんもうあと10秒前です、はい、えマジで

ねだからもうもうその紙ない方がいいじゃないですかそうさんもう終わりますよあと10秒でいきますじゃあもうもう森本ああ日にちと次回の放送の日にちと森本翔太アナがゲストオッケーですとは自由ですねもういろいろ喋るああ奈々さんもうあと10秒前です1秒前え次回はえ22日え森本翔太が来てくれますよということで皆さん明日から

に声が上がっているので、乗り切りましょうね。が言いたかったぞね、気持ち。でも、それはわかる、わかるよ、分かってくれはるよ。あと、森本翔太です。と雑になりましたね。最後。大翔太が来てくれますよ。森本翔太くんでよ君。近所の兄ちゃん遊びに来るみたいな。だから、やっぱりできひん方がええよ、もう、そんな。もう諦めます。もう諦めます。今日の結局、本番のあの終わり方が、やっぱり劣後サタデーなんですよね。うん。

思うから聞いてっていう感じで、お楽しみどっちに転じますかあのエンディングを特に聞いてほしい。ちょっとオリジナルのエンディングを。あとはもうこれなんださ、体重ですよ我々。そうこれはほんまにちょっとほんまにショックだった。でも体重はそんなにまあ増えてたのはショックやけどそんなにあそうですかぐらいでやってまでした。マジですか？いやって言いましたよでも体いやって言ったけど別に戻そうもだ戻せるもん。 いや、でも戻って、いやいで百一までは行けない。そうそう、だから百一ぐらいまでは戻すわ。とりあえず目標二桁って言ったけど、それ目標にはして毎月測るわけやろ。多分行けると思うな。まず来月までに二桁行くんですね。いや来月までにはいかない。行く。目標にいく。なんで毎月そうやな。そっか。毎月さ一キロ減っていっても。はい ええ二桁いくやろ？何回あのこれ？あとね。ももしと予定では半年分やからそうやろだから行けるもん。それぐらいやね。で無理してケッてしてもあかんと思うから。言う言うそれね。<laughs> ぼちぼちで。そうかでもそのぼちぼち行ってもおののもう月一一キロ減っていったら六キロは痩せれるん。ううねワンワレしてくれるから。そう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 前のシーズンでも百キロって言ってはったみたいですよ。 全員忘れましたけどね。いや言ってた言ってた言ってて惜しいとこまで行ってて。そうやね。だから百一であ百百点なんぼみたいななかった。百点なんぼの時惜しかった。惜しかった。いや、全然ちゃうかったみたいちゃうか全然惜しない。でもほらジム行って頑張ってた時代ありますそうやね。あのパンパンプみたいな知ってます。いやプランクっていうのやってて。もうやらないあんな。これやらない。えって言ってたぐらいからもう全然やっちゃう。どうやって落していくんですか。もう食べ物をちょっと減らすんですか。うん。 運動しやうと食事制限かけど運動もなんかしてる感じでもないしな今でもまたおうち時間が増えるわけですからだからもう言うたらモデルウォークですよもう内野さんには絶対やないやモデルウォークでは痩せへんと思うが私はやっぱ食事をちょっと頑張るわ食事もう得夜食をやめるとかを やめられへんけど今日の豆腐の冷ややっこ系とかああいいっすね果物とかねそうそうそういうのにちょっと変えるわあれは美味そうクワハムさんのカロリー言うと高いああいいと思うあれはタンパク質やから脂質がそんなないからいいと思うね。だとにかくポテトチップスは要注意やわビッグバックはもうだからビッグバックをあのちっちゃいほら小学生とか買う50円ぐらいの持っていくやつありますやん うん、かとかあれで多分ジャガイモ一個ぐらい繋がってるやつなく繋がってるやつみたい,いなやつそのもっとちっちゃいやつあれにしましょうジャガイモ一個分もい,いやだから別に、うん、ビッグバックこうて一週間で食べればいい、はい、いやそれできます、えー、もう食べてしまうもうあったらいやもうそんなんだって一緒その繋がってるやつこうてきても繋がってるのがあるから一緒あのでも だかつながってるやつはないのよ今の意思の硬さでいけばビッグパックを買うてもちゃんと7日間できるプロ野球チップスぐらいの大きさにする30円か昔なぐらいやったなほんなら痩せれるかないやそうなんやもうほんまに痩せるんじゃったらんで食べんのっていう話そうかあそっかでもちょっと押すじゃないいきなりやめるって言ったんかなかていう森脇健二さんが聞いてくれたあったみたいで森脇健二さんが LINE 来ましたよなんて ええー、でも俺は、きんさ、結構やっぱ絞ってはるんですよ。いや、それはそうやろう。やっぱ、はい、陸上競技の走る男やから。うん、僕は、週に三日、十六時間断食しているというのに。うん 週に3日ゴリラの餌のなぜさん最高やな本日もプチ断食中ってやってめっちゃマウント取ってきてるんですよ僕はもう週3日16時間断食をしているそうですよ森脇さんはそういうやり方があるんちゃいますねでえげつないこの3人の体重ちなみに僕は59キロ体脂肪9%以上で終わりですすげえひとけたよね まあでも関節さえ4位やったしな。<laughs> あ見て、奈良さんもやさ見てくれてはるー。じゃあ奈良さんスタジオおったよ。あ、でスタジオで見とったもん。だからやっぱりそんだけ頑張っても4位ってことはもっと頑張らなあかんって。だからあのこれはいいですね。ひいひつしたね。はい。 <laughs> だから森脇さんもやっぱ16時間断食はやっぱ週5にして <laughs> もう週3のところ週5やってないですもうあの来年1位になってほしい。<laughs> <laughs> ね、プチダイエットしてる人、まだ、うん、断食食へんのちゃうかっていう <laughs> <は>、い断食がやっぱり足りへんかったから、ね、<laughs> 4位になったんちゃう<笑><笑>次は最入最入賞、ね、<laughs> <laughs> さあコメントいただいてます。あはい、ねコメントいきましょうか。はいありがとうございます。うん、そうや月1の放送が久しぶりなんでそれについてやっぱ多いですね。うんそうだね。うん、あでもね一回この奈緒さんの このユウユさんがのよさんのたくましい胸板興味津々なので一、うん、回タンクトップ着てくれへんかなってひっそり思ってるすああ。うん、でだダメです。えダメなんですか今はまだ着れない。あそうだった。えー、でももうタンクトップノンスリーブと、はい、まあ、タンクトップノンスリーブで短パンはも、はい、うん、で三十五の時にもう着ないって決めたから。俺。 それはもう持てるんですか？あ、そうか。三十五であのほら出前のお兄さん来るときに。そんなん、もっと若い時やん。寺田町に住んでる時やもん。でも今二十代。二十代。でもこれもしかして百キロ切れたら。いやいやもうキーンキン。そうなんじゃなくて。そうか。もうなんかもう四十五七やん。はい。四十七になってな短パンとかノースリーブとかもう恥ずかしいわ。 そんなことない体験やと思うきい。それでもかっこよく着こなしてる人いますもんねマジャさ結構タンクトップおしゃれやと思いますいやまあでもねそれはなかなか機械がなかったガッサガサやから背中がさ言ったけどでもタンクトップもそんなに背中にそんなにタン見えへから見えるか じゃあゆうゆうさんちょっとねタンクトップはで、はい、あおねこのおね大陸をこの月一放送やったらうんできんちゃうかっていう、うん、そうや計画はありましたけどどうどうですかいやで無理ちゃう、うん、もう始まってしまったから <laughs> <laughs> もうないわ <laughs> いやいやいや忘れ,忘れてたでしょ <laughs> 先月そういうの言ったいやいやもういや <laughs> はいそれなんか私もさあ、はい、挙手をしてきてたらええかなと思うねんやけど あそ,それがないから多分これちょっと無理やと思うわ金曜日やったら金曜日やったら「午後スマ」ごごまのまま来てできたけど、ね、それやと毎週やん毎週になるやん金曜日って、はい、毎週の時やろ、はい、ほんならもうすぐもう足りひんようになるから他間が。がう,、うん、うまいこといけへんなだからもしかしたらそ,そのもしかして金曜日にもう戻れたらその月1回はっていうのは可能かもしれないですね 金曜日で月一やったらいけるかもしれない、はい、だから言ったら第一金曜日みたいな、うん、そう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 や,、ねね、そやったらいけるかもしれないですさあそしてリクエストとかもねたくさん頂い,いてて結構多いんですけど、うん、えとお千代さんそして加藤さんもですけど手作りのアクセサリーコレクション見せてもらいたいですっていうのが。うん 手作りアクセサリーを作ってるってよくおっしゃってるじゃないですかそれをちょっと YouTube で見せてほしいなっていうう結構やっぱメイク用品のあれ好評でしたから、うん、あれめっちゃ好評でしたよねちなみにアクセサリーは一番何が多いんですかそのピアスとかそれイヤリングかそうイヤリングが一番多いかな何種類ぐらいあるんですかでも最近めっちゃネックレス作ってんでえー、マジで、うん、それ何用素材のもネ何の素材 そう安いのをいっぱい買ってもうバラバラに1回して別に組み合わせてもっと大きいのにしてんねんきいのっていうかもう既製品って基本もう首パッツパツやねん私男やし可愛<ー>い,い女の子用のやつって短いのよ、はい、いだから足していってるい足それ例えば2個買うとか,そそっかああ いや、なんか、エワミさんに、それ漫才で、あの、張り切ってつけてたら。ブルドックの首輪みたいに言われて、そういうネタになったりとかしますもん。結構、ちょっと、そう、二日から。超かみたいな。そう、そう、そうね。そう、なるよね。喋りながら喋る。そしたら、いいんや。そうか。そうやって、ちょっときついなと思うのが。我慢しか知らなかったさ。ぎゅっまってるまま。それ、でも、確かに、みたいですね。手作りアクセサリーの、そういう、なんか、作り方の、コツとかも。 もしよかったらうん、ね、もコツもクソもないけどなあすごいなでもやっぱいやそうアイデアがあ,あれ言ったらだって今日のなんやかとあの帽子送ってくれたじゃないですか、うん、アトリエひふみさん、うんうん あれもね、のなんか似合ってるんですよね。今日だから、もうほんまにメイクしてないから、見せられんか好、かぶってる感じを見せられんから、残念やねんけど。そうそうあれだから、メイクしたなじゃさんが、こんな感じで被った。ら、めっちゃおしゃ可愛いと思う。すごい。俺も半ケチで作ってくれてるから。今、またそのなじゃさんの顔がこう見えて。こんなのか、今、あ、あ、もしいい、ちょっと石原さん、ちょっと。か、うん、ってみたら。いや、いいんですか、私なんかが。<laughs> うん。 これなかなかおしゃれに。石原さんでもベレー帽結構、ちょっとすいません、あの、ひふみさん。これちょっと絵も見せる。ええ、別に、ひふみさん、誰がかぶってもこれへんって。逆。これね、判決をリメイクして。これ、ほんまにすごいよね。ちょっと斜め。あ、ほ似合うよ。うん、こうどうですか、これ。うん、なんか似合ってる。あ、もっとジャイコみたいになるかなと思ってんけど。 全然、お合うよそれでもなんかちょっとあれやなえー、どうですかちょっと被ることが後ろに後頭部で被りすぎてるともっともっと前七福神みたいに被ってほしいなんで <laughs> いやでも<う>でもまだおかしくないでうん正面あ、これちょっとモードっぽくなんねやえ、見せてあ意外にほんまにいいですようん、そうやな石原以外にさ帽子あんま似合うのなかなかないけどそれ似合ってるうんあのデザイナーみたいね そうちょっと今日トレーナーとミスマッチやねんけどこの襟だけ付け襟だけ見たらバランスいいと思ういやこれしかも最後ここのかぶり方の方おしゃれですかちょっと斜めの方が良かったかなと思うんやけど私もちょっとこうあの昔のアイドルみたいないやそれいやゃあその後ろにかぶるの嫌やわあっ嫌な後ろ嫌やわそれはちっと後おしゃれな人の聞いとこうじゃあもうこうか。 でもほんまにそんなに非中人感ないなこれほんまなジャさんがかぶってるとこ見てほしいなほんまに強そうってん強そう強そうっていや褒め言葉ないやもうある意味セクシーセクシーボンバーでもなんか謎のセクシー暗殺者みたいなのさほんまに依頼はこの人に頼もうかなみたいなほんまに強い感じに見えたからあいますやん TTT t さんがおししゃみチャンネルから来また毎日反省室しか毎回反省室しか見てないですけどこれからはラジオの部分も見てみます見てみますちゃね見てみます見ても静止がずっとあるだけてそうかでもやっぱ YouTube から来てくれてるからやっぱ動画の方を反省室の方でも恩恵受けてますねおしゃみチャンネルさんからも。 ねはいおせ話みちゃんさんありがとうございまーすさああとこんな感じか反省そうですねもうコメントは結構拾わせてもらってうありがとうございますあタクシー来ましたわあタクシー来ましたあタクシーが来ましたちょっといろいろ検討はねこのあの反省室でいろいろまたやって 行ってもらおうと思いますので、うん、皆さんうご期待でございます、うんはい、で我々さんには痩せると痩せますよ、はい、森脇さんにバカにされたままでは終われないですから、うんうん、また皆さん引き続き youtube の方にもコメントくださいねいバイご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いします